作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1997年に日本電機ホームエレクトロニクスが PCFX 向けに発売した続初恋物語修学旅行です。はい、で、まあ側面はこんな感じですね。まあ CD なんでこの面はあんま意味がないんですけど、まあこの分厚い3枚組、4枚組の時に使われるケースが使われてます。で、裏面というわけで、まあ、表面から見ていくと、まあ、続初恋物語修学旅行っていうね、ロゴがあって、で PCFX のロゴがあって、 NEC と、まあ、徳間のね TM なのかな、徳間書店インターメディアインクって書いてあるから、まあ、TIM かな、 TIM ってロゴがありますね。で、イラスト柿之内成美さんですかね。で、女の子はね、高校生がセーラー服なのかな、がなんか花持ってこっちになんかちょっと思わせぶりな感じの表情で見てるようなイラストですね。で、裏面、あ、じゃあその裏面じゃねえやまあ CD なんで、あの PCFX っていうとね、最初の頃はね、でっかいパッ、あのプラスパッケージだったのが CD になったんで、まあ CD になるとこうなるわけですよ。好きだと一言言ってほしいのっていうね、キャッチがあって、で FX のロゴで、側面見ると、まあ、FX のロゴと、まあタイトルは当然あります。で、裏面に行くとここにテキストがあって、 OVA に匹敵する9000枚以上のセルガーを使用した滑らかなアニメーション、CD2 枚の大容量を全て使い切ったマルチストーリー&マルチエンディング、14タイプの初恋相手から誰を選ぶのかはあなた次第、初恋育成シミュレーションゲームの決定版、ついに PCFX で登場ってね、書いてあります。で、裏面を見ていくと、またここにも好きだと一言言ってほしいのってありますね。で、女の子たちが何人かいて、で、チューリップかなんかが飛んでますね、舞ってますね。で、続初恋物語修学旅行、ここね、制作徳間書店インターメディア株式会社、発売日本電機ホームエレクトニクス株式会社ってありますね。で、誰かを好きになったことはありますか、その思いを伝えたことはありますか、あなただけの初恋物語を感じてくださいねってね、女の子からね、このハートがついてるから女の子が言ってるんでしょうね。で、まあいろいろ登場人物をキャストとね、挿入歌がダーッと書いてあります。いやー、声優さん強いな、多分これ見てみんな買うんでしょうね。以上、作館でした。